毎度、金太郎です。毎度、大切です。今日は、はい、五味貴則選手のジムに練習に行かしてもらいます。金太郎の憧れの選手ですね。憧れの選手、うん、どんな気持ち？いやめっちゃ緊張するな。いや、てかもう、うん、2回目やけど、うん、会うこと自体は2回目やもん。2回目やけど、うん、ま、前のトレーニングが恐怖で、うん、今日はちょっとあのビビってます。まあでも強くなるために、うん、まあ、あのいろんな練習を教えてもらおうと思って、うん、大阪にそれを持ち帰りたいなと思ってるから、うん、ちょ今日も頑張りたいと思います。いやでもあのスーパースターのな、五味貴則さんとっていうのは、まあ俺も会うの2回目やけど、やっぱ緊張する。緊張するし、うん、練習がやっぱりすごいしんどいからさ、うん、マスやな、ハードのトレーニングやな、ハードやし、でもやった後は、うん、こう久しぶりにやったなっていう感じ、達成感とかもあるから、うん、今日もちょっと頑張りたいな。前回のトレーニングは、うん、あの五味貴則チャンネルの方に上がってるんで、うん、概要欄の方も皆さん貼っとくんで、あの五味さんのチャンネル上がってるんで、よかったら見てください。はい、はい、ということで今日も頑張ります。はい、本田くん。応援してくれてんの？うん、なんか逃げる。うん。膝を入れていきたい。うん。はい。Thank you.
高橋まで。はい。高橋、膝ついたとこから。はい。はぁ、頑張ってよ。はい。ここから僕から。はい。まあ、簡単に話すんだよ。はい。引けよ。はここで下になっちゃダメだよ。どこで攻めろ、足を攻めろ。下なんだよ、下なんだ。すぐ起きよう。はい。反応さ、すぐ取る。行きます。はい。すぐ、すぐ、すぐ、すぐ。すぐ取れよ。潰れちゃう意味ねえじゃねえか。引きつけろ、しっかり。引きつけろ。はい。はい。固まってた。はい、お願いします。はい。背中を肩をマットに向けんだよ。はい。足がこっちだよ。おい、足こっちだ。で、腹ばい。逆。こっちからそう蹴って前向かい。下潜ろうすんだ。はい。へいへいへい、外すなそれ。はい、取ってんの。下に乗んな。はい、はい、はい、休むね、休むね。ひじくるよ、これ。攻めないと、ほら。やるな、やるな、やるな。足で蹴れよ。寝るな。はい。寝るなよ。はい。下になりすぎだ。はい。バランス。はい。重たいところだ、これ。背中向けすぎ。はい。起きろ、起きろ。はい。起きろ。起きろ。はい。これ起きてよ、これ。はい。はい。じゃ。休むな。はい。こっちからすぐ蹴って、はい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 、すぐ取れよな。いや、おじいちゃんのスパーリングだよ。猫みたいに動け、猫みたいに。そうバランス。すぐ抑えに行けよ、すぐ抑えに行けよ。押さえに行け。ひっくり返してみよう、ひっくり返せよ。はい。そこにしがみついたらしょうがないじゃん。ひっくり返せよ。はい。立て、逃げろ、はい。ケッチ、逃げろ。
さんとのトレーニングはどうですか。いや、もう毎度しんどすぎる。はい、潜りすぎだよ。はい、だから、ゴミさんとスパーリング恐怖や恐怖